Damage Patrol, out of control. Damage Patrol, out of control. Damage Patrol, out of control. Hold tight, it's right, right here, set to explode. どっちかな？スパイクっていう感じじゃないかも。今まで見た中で派手ですね。やっぱこっちの方が僕は好きですね。かっこいいです。なんかちょっと悪そうじゃないですか。なんじゃこれってなると思います。目立ちたいですね、もちろん。こっちっすね、僕は。網目っていうか、ボールタッチしやすいな。いい感じっすね。いや、どっちにしようかな。まあ普通だったらこっちなんだよな、俺今まで通りだったら。これもいいっすけどね。こういうザラザラがついてると止まりやすいね、ボールは。いいんじゃないでしょうか。僕三本線がやっぱり好きなので、なんかあんまり余計なのついてなくていいんですよね。まあ、ここのロゴもすごい大きいので、こんなに押し出すかっていうぐらい。まあ今まで入ってきたアディダスの形っていうのとはまた違った形なので、無インパクト、主張が強ければ強いほどいいと思うし、アピールしないと何も始まらないので、スパイクだけで目立とうとも思ってるし、プレーで目立って両方で目立てればいいなと。誰がゴールを決めたかっていうのすぐ分かるスパイクだなって思いました。